本日はワコールの塚本さんの貫く創業の精神という本をご紹介します。そうそう、この貫くというのはね、こう塚本さんが大事にした言葉ですね。私これサイン入れてもらった本なんですけど、あの色紙もね、こう貫くって書いて、私にね、いやー一つのことを貫かなきゃいよ一花君って言って、まあいただいたものが今実家の中に大切に飾ってありますけどね。そうだったんですね。そうそう、この本の中に、ワコールファイト10足というものが載っていますよね。そうそうそう、最初の本に載ってるでしょ、はい、それね、私もねコンサルタントとしてワコールさんに入ってた時いつもやってましたね。それをみんなで話し合いながら、ちょっと紹介してやっていただけますか。はい、10足やってると時間もあれでしょうから5足ぐらい、はい、はい。じゃあまず1つ目、仕事は自ら作るべきで与えられるべきではない。あ、これどっかで聞いたことあるかなと思ったかもしれませんけど、実はこれ、電通の鬼十足っていうのを電通の創業者吉田さんが作ったものがありまして、はい、でまあ、彼はそれをちょっとアレンジしてね、塚本さんらしく作ったものですね、はい、でもう一回ちょっと言ってください。仕事は自ら作るべきで、うん、与えられるべきではない。そう、自分でどんどん新しいものを作ってね、いかなくて、人から上司から指示されたりこうやって与えるんじゃなくて、はいはい、自らもう想像して作ってきなさいという、自ら作っていきなさいと、そういう考え方ですね、はいはい、次もどうぞ。2つ目、仕事とは先手先手と働きかけていくことで受け身でやるものではない。そうそう、先手先手後手に回っちゃいかんよね。もう先読みだからポン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 先手先手でいくと、はい、いうことをやっていかないと、そのリズムっていうのは出てこないですよね。で、受け、そうそう、能動的にやると、受け身でやっちゃったらちょっとしんどくなりますね。やらされ意識になっちゃってね、はい、はい。続いて、難しく思う仕事は進んで狙え。そうそう、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。そうそう、まあ難しい仕事をなるべく避けようとか楽な仕事をやると、それだと進歩ないですよ、はい、やっぱり難しい仕事にチャレンジしてですね、チャレンジ取り組んだら、そこで何か知恵を出したり、はい、動きながら考えればいいんですよ。道中の工夫って言いますけど、動きながら、動きながら工夫していくんだと、はい、そうやってね、そうやや自分がチャレンジするとか飛び上がるようなオーバーエクステンション戦略と言いますが、はい、自分の能力や実力よりもちょっと上のところをね挑戦していかないと、その進化ってのはですね、ちょっと上でを挑戦することで、そうそう、どんどん進化していくと、もうそう、はい、もう昨日の自分がライバルだっていうのつもりで日々進化させていかないといかんぞという考え方ですね。はい、はい、次お願いします。続いて、仕事に大小を考えるな、常に全力を叩き込め。そう、やっぱりね、小さい仕事だとか細かい仕事だとかちょっと舐めてかかってねやるとかなんですよ、はい、そういう、じゃあ大きい仕事で一生懸命やるんで、小さい仕事、そういうことを繰り返していくとですね、なんかその小さい仕事に取り組んでる時の変な癖なんかがついちゃう。だからいつも全力でですね、はい、まあ今我らがやってるのは全力で、はい、投入しなきゃいけないと、こういうことですね。はい、はい、そして最後です。周囲を引きずり回せ。引きずるのと引きずられるのとでは長い間に天地の開きができる。そうそう、まあ引きずり回すって表現の仕方あれですけども、自分がイニシアティブを取って、あれリーダーシップ取ってですね、ガンガン進んでですね、周り巻き込みながらやりなさいと。で、周りに巻き込まれてね、その引きずられてワンワン行くようじゃね、はい、いかんよっていうことでね、それは確かに天地の差が出ますよ。だから絶えず、はい、そういう自分が先頭に立ってね、自分が先頭に立って、ガンガンこう進んでね、はい、それで周りを巻き込んで、まあ、新しい仕事をやり抜いていくということですね、はい、まあ、これらはまさに電通さんもワコールさんもこの昭和の時代、一時代を作った人という考え方ですね、まあ、今5項目だけしかご紹介いただけなかったんですが、まあ、ワコールの10足でも電通の20足でもね、ちょっとネットで引いていただきますと、これ全部出てきますから、皆さんもこういった日本の高度成長期を引っ張ったベースになる考え方をぜひ学んでですね、こういう時期であればこそですね、自分も挑戦していただきたいと思います。はい、はい、終わります。